NBC 日本バスクラブのトーナメントはバスフィッシングの頂点を目指し、全国の猛者が集まる大会。そこで勝ち抜いたトップトーナメンターが釣りのテクニックや厳しさ、さらには穴場グルメや観光スポットも紹介する番組。それが GOGONBC である。バッティングの可能性があるんですよね、僕今行こうとしてるとこ。かなりいいやつ来ましたね、これ。めっちゃでかいっすわ。まあまあいいっすね。よかったー。もう、帰れる、これで。帰れる。まあまあ結構本気っぽく昨日プラスしたんですけど、この30センチぐらいのやつが、3本ぐらいしか釣れんって。こういうのちょっと安心できた。こい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 、よし。そんな大きくなかったっす。
もでっけえなこれ。頼むぜこれ。時間かかるな。来い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 。よし来た。これはええわ。そうですね、西の湖ですね、エンジン戦とエレキ戦が混合で、まあ試合ができるという、まあ、ちょっと数少ない、そういう試合のエリアなの で連れてくる魚も、まあ、琵琶湖の魚が供給されてきますので、大きな魚釣れますので、まあ、ぜひ、遊びに来ていただけたらと思います。 Go! Go! NBC!これまあまあや。よし。入れ替わりましたね。900です。ありがとうございます。ヘビーダウンショット、10g です。吉の奥に投げて引っ張ってくるイメージで、まあ、ショルダー部分ですね、深くなるところの手前のショルダー部分で、まあ、バイトが取れて、運よく50アップの2キロフィッシュっていうのが取れました。ともう1本は深めの吉のエリアですね、0.9g のネコリグ
とりあえずもう打ちまくって、吉の手前ですね、打ちまくって落として上げてくる、まあ、上げるときにまあゆっくり上げてくるようなイメージで、もう1本追加されたっていう感じです。プラの方一応入ったんですけど、全く魚 をまあどういう状況かって把握することができなかったっていうことがありまして、まあ一から立て直して、今この5月っていう時に一番まあ今までの釣果が良かったエリアっていうところにまあとりあえず行こうかという選択をしました。ありがとうございました。ゴーゴー NBC。